ールのラインナップが全部で22種類と、特急レアが4種もあるということで、今回の200個ゲットできてるから、ではでは、ワンボックス目から開封していきましょうかな。どれが特急レアだろうな。まあ、この辺だよな。この2枚はおそらく特急レア、間違いない確定だとは思うんだけれども、とりあえずま、ゲットすればわかるから、開けて、とりあえずパッケージ見たいよね、パッケージね。パッケージ、3種くらいあるのかな。あ、2種かな。パッケージはこの2種類になってるね。特急レアやっぱこ、いや、すげえな。これ、この五条と、乙骨先輩は、間違いなく、特急レアっしょ。うわぁ、モノホンすげえ楽しみ。こんなちっちゃいさ、画像でもかなり迫力あるからね。モノホンやばいだろう。で、裏にね、ラインナップが、ザザンって書いてあるというね、いつものパーティーンですよ。1番から26番までのカードになっておりまして、灰色がノーマル、グレーがノーマルで、このオレンジ、まあ、茶色か、がレアのゾーンで、ブルーがスーパーレア。スーパーレア結構あるよね、こう見るとね。おっこ先輩もあるし、ゲトーもあるし、パンダもすげえ楽しい、五条悟もあるし、で、特急レアがこの4種だね。おっこ先輩と、おっこ先輩にリカ、で、五条悟にゲトー。この4種類が特急レアな。コンプできないにしても、ここの4種は出しときたいやな。これ間違いなく特急レアだな。もはやな。特急レアのキャラクターたちは、ホロシール&ホロ箱押ししようということで、早速、ワンボックス目から開封していきましょうか。どうなることやら、このパッケージのシールも、あるよね。欲しいね劇場版、呪術会、いや、ちょ、待って、やべえ。コンプできるかなめっちゃコンプして、めちゃめちゃ今日でコンプ決めたいな。行くぜ記念すべき。おー、リカだ、リカ。シールナンバーと、これ、レアリティ書いてるような、星1のノーマルって、ここに書いてる、すげえちっちゃく。ここに、レアリティとシールナンバーが書いてるね。2だ。シールナンバー。2ということで、一番最初はリカのシール、ゲット降臨伝ということで、2発目、おっこ先輩来るかな、じゃあ。リカからのおっこ先輩ということで、いいね、波に乗ってるよ。さて、どうだ、ささ、おー、マキさんだ、全員負け。ホロアクやっぱかっこいいな。これホロアク推しだよね、シール、背景がホロアク。全員、星さんのスーパーレアで、ナンバー19、19のシール。ゲット降臨伝という、裏にもね、ちょっとジュグとかね、いろいろこう、書いてある。説明がね、シールの裏面には説明が書いてありますと。よし、この調子で、波乗ってコンプ決めたいな。おー、おっこ先輩の犬巻き、すげえ、これ可愛いね、このシールね。おっこさんの犬巻き、ダダン。おー、13番だね。R レア星2のレアで13番のシールになっておりますと。まあ、序盤はね、被んないからね、安心なんだけど、まあ、序盤から被るときもあるけど、大丈夫だと思うな。お、犬巻来た。犬巻。犬巻からの犬巻。ゲットゴリンで、ナンバー4、ノーマルね。よし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 。流れ的にはいいじゃねえかな。この調子で、コープスムージーに決まったら嬉しいよな。五条悟&おっこ先輩。すげえ。めっちゃキラッキラ。なんかメタリッキー、ホロアクないのにさ、メタリッキーだけどもかなりキラッキラだよね。すげえわ。R で、ナンバーは15、15番のシール。おそらくね、今日ゲットできん、今日コンプできんかったら、もうね、売ってない、ゲットできないと思う。ネットでも、ね、売ってなかったんだよね。ネットでも予約逃してて、いやー、お店で、運よく見つかったけれども、あと、ビックリマンの方もさ、前回コンプできんかったじゃん。こっちのさ、劇場版の方はさ、コンプできたんだよね。劇場版のビックリマンの方は。たださ、テレビアニメ版の方が、コンプできてなくて、これ奇跡の、コンプリートだった。2はこれギリでコンプできたんだよね。ただ、テレビアニメ版の方はさ、もうダメだったんだけどさ、ただ、まだチャンスはあると思うから、次ね、コンプは決めようと思います。ということで、ナンバーが8かな。ナンバー8、星1のノーマルのカードのね、ミミコとナナコの、シール、ゲット降臨伝ということで、ビックリマン系は強いんだよな、毎回。枚数的に、あ、これ余裕でコンプじゃんと思ったら絶対ワンボックスコンプできねえし、ウェアースの方がコンプしやすいっちゃしやすいんだよね。うん、そう考えると、初ゲットだよな。今回出てないよな、まだな。星1ノーマルのナンバー7とゲットをゲット降臨で、よしよし。で、次。さて、もうその右半分が終わるぞ。特急レア、ワンボックスに何枚入ってるか。2枚ぐらい入ってるときついんだけど大丈夫かな入ってないとまずいよな。おっこつ先輩とマキさん。おっこつ&マキ。
ゲット五輪で、ナンバー12。星2だから、R だね。レアのシールゲット五輪。頼むぞ、特急レアよ頼むぞ。あと、シークレットあったらよかったよな、シークレットな。お、パンディ来た、パンディパンダかっこいいほろ、ハケ、シールだ。パンダ。だな、星3、スーパーレア、ナンバー21、21のシール。パンダ超かっこいいの、パンダ発売。で、ワンボックス戦右半分が終わりましたと。やばいなぁ、どうなることって。おぉ、パンダからのパンダじゃん。パンダパンダ、パンダからのパンダ。星1のパンダ、ナンバー5。で、こっからが左半分に突入と。さて、どうなることやら。被りまくるのか、それとも、あんまり被らないで。特急レア、いや、で、パンダ、パンダ、パンダ、トリプルパンダ来た。すげえ。おっこす先輩のパンダ。すごいね、パンダ率。三連ちゃんパンダだよ。パンダ、パンダ、パンダ。トリプルパンダ。すげえ。星2だ。レア、R のナンバー14。14のシール。よし、今の頃被ってねえぞ。いや、もうその被るかな被るかなさささそう。ミゲル。被ってない、被ってない。被ってないよ。いい感じ、いい感じ。ミゲル。星1の N ノーマルでナンバー9のシール。いい感じで来ているぞ。これはもしや、特急レア。次来るかどうだ、おお、来ましたパケ、劇場版呪術回戦ゼロ。よし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 、いい感じ。被ってないよ、被ってないよ、被ってないよ、大丈夫大丈夫、被ってないよ。ささっ、あ、でも特急が来ない。マキさん全員巻き、特急レア来ないぞ。全員巻きが来まして、そしてもうその特急レアが出ないと、まさかワンボックスに一枚もないとかないよな。で、絶対ワンボックス一枚では確定入っているとは思うな。これ、もう間違いないでしょ。え、ソウルだわ。ほほほ、ラックだ。え、このゲート、俺、あれだと思った。特急レアだと思った。でも、星さん、え、ソウル。マジでか。このゲート、違うの？特急レアじゃないの？この二枚は確定で、特急レアだと思うんだけどな。この二枚はそうだよな。これは違ったわ。うわぁ、マジか。かっこいい。すげえかっこいいんだけどなぁ。SR 星さんの18番のシールになっております。よし！うわ、マジ一番出ないかもしんない。特急レアか。やばい、特急レアすげえ強いわ。おっこ先輩だ、かわいいね。やっぱりこれ繋がるね、ほら。繋がるシールになってるよ、ほら。この真ん中のハートのところが繋がるんでね。こう、ダン。繋がるシールに。なっておりますけど。で、このあの、プレゼントでさ、指輪もらったところのシールになって、やっぱ繋がる。繋がる、あの、可愛いシールになってはいるが、特急レアが、特急レアが、マジで来ないんだか。嘘だろ！あと4パッケしかないから、マジでワンボックスに1枚も入ってないパティーンもアルパティーンだわ、特急レア。嘘。あ、リカと、おっこ先輩だろ、これ。お、すげえ！書いてる。あ、おっ骨と、あ、リカって書いてるね、ちゃんとね。すごい、すごい、いいシール来た。これかっこいいわ。おっ骨とリカ。すげえ、これいい感じじゃん。しかしだ。嘘。あと3パッケ。特急リア！だって4、うわぁ。嘘。五条悟り。五条悟り。五条悟り。グラさん。ゲット五輪で。だが、ちょっと待って、もう余裕なくなってきた。まずい。まずい。まずいか。嘘だろ！誰も、ワンボックス入ってないパティあんの？特急。ほら、出た出た。あぶね、出ないわけで、でも、ワンパッキーだったらきつくない、コンペ。最低でも4箱はいる計算になるじゃん。これ絶対特急、うわ、すげえ。やっぱこれだったな、ほら。物本全然違うな。これがあの画像ね。物本。画像、物本。もう迫力が違う。団地ズム、団地ズム。団地、団地。すごいわ。おっこつパイセン。これはもうほら、星4。特急レア。23番。しかし、1枚だときついんだが。ワンボックス2枚入っててくれないと、これで最後ね。これ特急レアの可能性ないかな。2枚入っててくれないとコンパきついぞ。だって3枚入ってることなんて、うわ、終わった。最後にリカが被ったね。リカ。最後の1枚リカ被り、この繋がるシール、さっきの。うわ、1枚しか出なかった。これ、仕様だったら、もう無理だ、コンペ。でも、3枚入ってる可能性もあると思わない。ぶっちゃけさ、でも、
無理な感じだよ、これコンペ。いやー、きついわ。まあ、200コンペはきついか、さすがに。特急レアがワンボックスに1枚の可能性があるから、このシリーズ。いや、大抵こういうの2、3枚は、まあ、2枚は入ってる。だけどな、たまたまかな、これ未開封ボックスだからさ、両方とも。たまたま出なかったのか、それとも、いやー、普通は2枚入ってるけど、たまに1枚あるみたいな感じ。初イルマキのホロ。オッケーオッケー。イルマキの初の、SR。ホロアクシールね。20番、20。オッケーオッケー。イルマキ、ゲットゴリンでここにね、下に置いてと。しかしな、特急レアなんだよ。ワンボックスに3枚入ってることがあるかどうか、そして持ってないのが出てくれるかどうか。だから、このリカ3枚来たぞ。リカ3枚。おこ先輩もあと2枚ゲットしないと。繋がるシールだからね。ちゃんと繋げないとさ、五条悟。うわ、やばいわ。これ特急レアで、ここまで苦戦するとは。俺出ると思ったんだよね、ぶっちゃけ特急レア。2枚2枚。で、コンプできないにしても2枚2枚で4枚は特急レア出ると思ってたの。出れえわ。いや、マジ強。嘘。200円は被りまくるのはしょうがないけど、特急レアさっき最後の方に出たから、これも、もしかしたら最後の方に出るかもね。特急レア。同じの出たらどうしよう。おこ先輩。いや、でもいい、被りでもいいけど、いいけど、ぶっちゃけね、五条欲しいよな、やっぱな。いや、ゲトウでもいいけど、いや、でも、五条欲しいな。っていうか、台紙にさ、台紙にいろいろ書いてあるわ、ほら。新商品の最新情報、こちらとかね。食感ポータブルサイト。あとで見てみるかな。頼むぞ、来てくれよ。ほんと、まずい。これで出なかったら、特急レアが、うわぁ。特急レアが出ないけど、おっこ先輩来たわ。おっこ先輩。ありがとう、初だね。SR。初の SR の17番のおっこスパイ戦。最初の箱と出方が違うから、違うシール出てるから、可能性は高いね。2枚くらい出てくんないかな。2枚くらいな。これで左半分、やべえ。左半分突入。ちょっと、終わったかもしんない。いや、マジか。特急レアか。きついな。特急レアを、まあ、1枚出たとして、2章は手に入る。被ることないだろ。シールの出方違うから、多分特急レア違う、特急レア出ると思うから、同じだと受けるよな。ま、でもいいけどね。同じでも、おっこ先輩、ゲットできるから、おっこちゃんのリカのさ、これ欲しいね、この。裏側、これ。おっこちゃんと、これ、そうだと思うんだよね。この、おっこちゃんとリカの、絶対そうだ、特急レアだと思うんだけど、これ欲しいな。そうすると、おっこ先輩と、この23と24揃うから。で、次回、五条悟と、いや、でも五条欲しいな。五条悟欲しいよな。どうしよう。いや、今日はでも、もう、2枚は出ないだろう、この箱で。出たらラッキーなんだが、出るかな、2枚。さっさ、どうだ。どうだ？いや、わからん。奇跡起きて、2枚出る可能性もあるパティだから、信じて、行こう。信じて。2枚出てくれ！やっぱ特急レア、これシリーズ、あれだわ、後ろシリーズだわ、これ、多分。五条悟。かっけえじゃん、五条悟。SR の悟だね。ゲットゴリの初々。初は結構埋まるんだけどな。これ絶対また後ろの方にある。すぐないかもしれないけど。いや、あるでしょ。もうそろ出るぞ、特急レア。よし。これで一応、あともう一枚出さないとな、おっこ先輩。リカが3枚あるから、おっこ先輩も3枚ゲットしないと、全部繋げらんないからね。頼むぞ。もうそろ来るぞ。うわー、やっぱこれ左後ろにあるわ。シークレット、特急レアきっと、このシリーズ。もうそろ出るはずだから、出ないのかな？え、特急レア一番出ないパティある？それはないだろ。ほら。あ、ゲトウだ。かっこいい。すげえ。見て、このキュッキュッこれ。ただ、ワンボックス1枚だわ。しかも、左後ろ1枚。マジかー。いや、ゲトウも嬉しいけど。でもね、やっぱ、いいよ。次回だ。でももう多分ないから、今日で最後になっちゃうと思うけど。とりあえずは、まあ、開封した感じはこんな感じね。後ろにあるわ。このシリーズ。左後ろに、特急レアがある。200個連続で続いてるから、確率は高いよな。いや、くそー、あと、いや、ワンボックス1枚か。これ特急レアじゃねえかな。
これ特急レアだったらすげえ嬉しいんだけど。これ欲しいなー。おそらく、24番の、まあ、つか絶対そうだわ。オッコスとリカ。これダブル欲しいよな。出ねえか特急出ないよな。特急はワンボックスに、1枚だ。うわ、きっつい。そもそも200個で積んでたじゃん。じゃあ、200個の時点で積んどったわ。今回は。コンプできんわ、200個じゃ。ワンボックス1枚の特急レア、4枚あるから、4種あるから最低4箱はいる。っていうかね、あと2種でコンプだわ。特急レアの、乙骨リカと五条悟でコンプ。今24種あるから、あと2種、特急レア加えて、コンプ。くそー、特急レアの野郎。ワンボックス2枚でいいじゃんね。なんでワンボックス1枚で結構辛くない？ワンボックス2枚か、くそー、あと200個あれば戦えたんだけどな。まあいいや、とりあえず今回の開封結果はこんな感じになりましたと。ワンボックスに1枚、左奥におそらく入ってるから、あと、お店で箱見つけたら左奥取ってこようかな。左奥狙えるからね。左奥でゲットしてくれば特急レアが出るという可能性。いやでもワンボック空いてなかったらそのまま買ってくるけど、開封済みだったら左後ろで狙えるよな。でもみんな取ると思うから、そうか、そうなってくると、早めに取らないと開けたばかりのやつの左奥取んないと意味ないから、やっぱワンボックス丸まんまゲットした方が安心だよな。それでもまた次回、次の全種類コンプリート会、ま、売ってたらだけど、ゲットできたらだけど、全種類コンプリート会でお会いしましょう。いや、おっこ先輩のゲットめっちゃかっこいいわ。最後にもう一回見る。このキラキラ具合がたまらんね。うわ、あと2枚絶対欲しいわ、ダブル。なんとか揃えて、4種ね、全種みんなで見ようぜ。あと2枚出ればコンプだからさ、並べてみんなで見れるから、順番通り並べて、みんなでなんとか見たいな。もう一回ちょっとネットでも探してみるわ。ここまで来たら絶対コンプしたいからな。まあ、単品でゲットしてもいいかな、ここまで来たら。とりあえずあの単品でもゲットできたらゲットして、あと2種でコンプだから、並べてみんなで見て、このシリーズはフィニッシュにしようかな。とりあえず絶対欲しいからね、あと2種。五条と乙骨リカだからな。なんとかゲットしなければ、次回を絶対に手に入れる。絶対コンプしなければ。で、次の段に備える。